食べてる？お、二人して食べてるやん。美味しい？全然熱くない。そう。なぜかハヤトだけ猫舌じゃないね。家族としてな。普通一番年下の人が猫舌やな。そうやで。だっておじいちゃんとかおばあちゃんとかむっちゃ熱いの平気に食うで。唐揚げもなんかこだわりのことをどんなん買い取ったよな。メニュー見してちょうだい。あ、これホタテ。あ、これか。自家製鶏の唐揚げ。これなんやねん。スルメの天ぷら。何やったっけ店の名前。竹蔵。竹蔵これだ。店の名前竹蔵。税別価格やって。ランチもやってます。うなぎのかば焼きとうな丼にしてもうなぎの量一緒で200円違うだけやん。うん、ご飯200円なあ。あ、もぐもぐタイムちょっとやる。